はい。これも友達が Facebook でね、紹介してて気になったんでやってみようかなと思いました。はい。よく、縦スクロールショッピングですね。あ、そうか。基本的に、このスパコンは、あれなんですね。まあ、アナログパッドじゃないとプレイできないんですね、正直。正直でプレイできないというか。でも面白いですね。すげえマニアックやな、でもこれ。いや、僕のその Facebook の友達はシューティングゲームにかなり詳しくてですね。僕より知ってますからね。だから参考になるんですよ。なんかおすすめのショーティングゲーム、その人がね、おすすめするショーティングゲームはね、かなりちょっとね、僕は注目して見てるんで、で、気になるシューティングがあったら、やらせてもらってるんですけどね。ああ、かなり情報がね、助かりますよ。ほんと。ああ、難しい。これもクレジット8回。これも自分のレンダーじゃないとダメなんですね。押しっぱなしでやってくれないというか。もう面白いですね。うわ、難しい。ゲームオーバーやったんか。うわ。いや、相当マニアックですね、これ。このレーザーいいですね。ボスっぽい。あ、そうか、ボムがあるんや、ボムが。うん、一気倒しました。なんか、なんとなくあれですね、東亜プランのシューティングっぽい感じもあるけど。はい、これで一面クリアですね。あ、死んじゃった。ちょっと今ボケっとしてたよ。このレーザーいいですね。まあ、さっきレゾンやった時ね、クレジットもっと増やそうと思えば増やせたんですけど、もういいやと思ってね、クレジットなくなるまででいいやと思って。ああ、まあ、いくらでもセレクトボタンを押せばクレジット増やせるんでね、別にどんどん増やせるんですけどね。これもクレジットがなくなったら終わりにさせてもらいます。おお、パワーアップいっぱい出た。おお、難しい。うわ、やられた。
今、ボムで対処したらいいかなと思ったんですけどね。それでもやられちゃいました。さっきのレーザーの方が絶対いいな、これ。でもこれ貫通力ありそうな気はするけど。あ、やられた。ゲームオーバー。これもかなりマニアックですね。なんかシューティングゲームってなんかサメとかね、なんかタイガーとか、なんか動物の名前がつくゲームが多いですよね。こういう感じのシューティングってね、タイガーとか、なんかシャークとかサメとかね、なんかこう強い動物の名前がついてるっていうね感じが、トラとか、まあサメとかっていうね。あ、これちょっと進んだのかな？ちょっと進んだっぽいね。あ、危ねえ。あー、やれた。いや、ちょっと進んだね。これレーザーじゃ、ミサイルね、ミサイルというか。おお、難しい。全部取れる。敵が多いときはもうボム使った方がいいな。お、これいいな。これすげえ。これいいやん。気持ちがいいやん、これ。うわぁ、弾、敵の弾も多い。うわぁ。結構進んだけどね。あ、ちょっと進んだね。そうそう、この辺さっきやられたもんね。中ボスみたいな感じやな。うわ、あ、ボスか。もう倒したか。あ、中ボスか、これ。中ボスっぽいな。あ、クリアか。あ、今のボスやったんやね。3面まで来ましたね。まあ、レーザーですね。おっと。いや、でも確かに面白いですね。うわ、やばい。これはボム使った方がいいな。あ、出ないのか。ボムないんや。あ、やられた。ボム使い切ったとこだったんや。これでボム使えるようになりましたね。あ、ちょっと今のはもったいなかったか。あそこでボム使うのは。やられた。
あ、ボム使いながら死ぬこと多いな。これボムね、撃ってもちょっと反応遅いんですよね。撃ってからしばらくしてから爆発する感じだから間に合わない時はありますよね、結構。撃ってすぐ爆発するわけじゃないんですよね。落下してから爆発するから、ちょっとタイムログが、ラグがあるんですよ。うわ、あとコンテナの2階ですね。せっかくアイテムが散らばってたのに、結局取れずにやられちゃったから。うわ、これ2人同時プレイできるんかね。通婚になんか一応ねプッシュって書いてあるから。うん、ボム撃ちながら死ぬことが多いね。今初めてコンテによって表示されたとされたような気がしたけど、今までコンテの表示されなかったけどね。いやもうこれは進まなくなってきましたね、この辺になってくると難易度が高すぎて。ちょっと進めましたね、これでやっと。あそこはうまいことボムを使わないとちょっと対処できなかったとこですね。タイミングがなかなか難しいですよ。あー、やられた。あ、進みましたね、やっと。でももうコンテナ回数はもう残り少なくなってきましたけど。おお、これすごい。うわ、今いいの取ったと思ったけどやられてもうたやん。せっかくいいの取ったのに。うわ、やられてもうた。ボム撃ちながら死ぬことが多いね、これ。ちょっと反応遅いねんな、ボム撃ってから爆発するまでのね。あ、もうコンティニュークレジットないけど、はい、終わりますね。じゃあこれ多分これもやめられないんでしょうね。やっぱやめられないな、これ。なんかないかな、やめる方法。やめる方法ないかな。探した方がいいねんけどな。なんかあると思うんですけどね。ないか。どのボタンを押してもダメやな。やめる方法ないやん。全部押すとか。なんとかならんかい、これ。ダメだ。やめる方法ないわ。メニューが出ないねんな。ダメだ。直に電源切るしかない、これ。アーケードやめた方がいいっすね、スーパーコンソールではね。時間に電源切ることになるから、下手したら壊れますからね、あんまりやりすぎると。はい。はい、これまあ、この間やった時よりはね、やりやすくなると思うんですよね、操作性は。まあ、アナログパッドでこの間やってたんで、すげえ操作性悪かったから。やっぱ違うな、ジョジキだと本当やりやすいわ。やっぱね、自分が満足するプレイでね、
ゲームってやりたいから、面白そうなゲームをね、すごい操作性悪い状態でね、やるよりは操作性がいい状態でやっぱやる方がいいと思うんでね、当たり前ですけど。この間のスーパーコンソールでのプレイはちょっといまいち満足できなかったんでね、だからリメイクであるじゃリベンジって形でねやらさせてもらいますけど、あ、これいいですね。あ、もうボムないのか。あ、やられた。うわ、それでもむずいわ。ちょっと強力な敵出てきたらボム使う方がいいな。あー、やられた。これでクレジットか。あー、早い。そうか、このレトロペディアジャンボリメイクだと、リメイクではない、ジャンボ、連射機能はないですもんね。1台倒した。はい、1面クリアですね。この間やった時どこまで行ったのかな、ちょっと覚えてないな。ついこの間のプレイなのにもう覚えてないという。あ、そうか、ボムないのか。怖っ。おお、これは怖い。うわ、難しい。このレーザーいいですね。まあ、ああいうちょっと強力なやつが出てきたらすぐボム使った方がいいですね。ああ、しまった。
ああ、さっきのレーザーの方が良かったな。ああ、もったいな。あ、これもいいですね。3方向。でもやっぱりあのレーザーの方がいいな。どうすか。あ、ボムないのか。あ、死んだ。おお、怖っ。もうちょっとで倒せそうやけど。よし、倒した。この間やった時は2面はクリアしたのかな、どうやったのかな、覚えてないな。はい、この間クレジットなくなるまでやったと思うんですけどね。どこまで行ったのかな、覚えてないけどな。前回のプレイよりは進みたいですよね。一応今日もねクレジットつけるまでやってみたいと思いますが。あ、そうか、ボムないのか。ボムなくなってたんや。はい、これちょっとまた使いましたね、これ。このレーザーいいですね。あー、やられた。やっぱレーザーの方がいいですね。あ、もったいな。あ、レーザー来た。ああ、そうか、ボムないのか。あ、怖っ。ボム2回取って、ボムちゃうわ、レーザー2回取ってもさらに強力になるってわけではないんですね。2方向になるとかじゃないんですね、レーザーが。うわ、あ、コンテに終わったか。うわ、これもいいですね。これもいいですわ。うわ、あんなん避けられない。
あ、戻ってくるな、こいつ。あ、ボムないのか。中ボスやな、これ。うわ、やられた。あー、しまった。なんかこの辺が鬼門になってきてるな。なんか進まなくなってきてるから、前やった時もこの辺ぐらいでゲームはなったのかな。これの方が弱いな、普通のバルカン砲。貫通力はないからね、バルカン砲は。でも結構進んでるんじゃないですか、これ前回と比べたら。あ、ボスまで来た。3面のボス。ボム一発しかないのか。ああ、おお。なんか今のボス初めて見るような気がするんで、おそらく前回よりは進んでるかもしれませんね。これ使うのもったいないのかな、ボスの手前だしな。あ、バルカン砲弱いな。難しいわ。あ、レーザー来た。あれ取りたいな。ここでボム使わん方がいいな。もったいないな。あー、でもやられるか。あ、コンティニューか。あとクレジット2回ですからね。あ、これいいですね。ああ、くそ。ここむずいな、このいっぱい出てくるところ。いつもボムでね、対処してたから、ボムなしでやるってなればむずいですね、あれ。ボムはちょっとボスのためにね、取っときたいんで、なんとかこれ自力でここね、行きたいとこですけど。うわー、これきついわ。やっぱボムがない、出ないと無理かな、あそこは。うわー、おお、なんとかいけた、ボムなしで。さあ、3発ボムを使いますよ、このボスで。
らいだ。やっぱね、厳しいですね。ここはもうクレジットあと1回なんで厳しいな、これ。うわ、きついわ。めっちゃむずいね。この面かなりむずいな。さすがレーザーの力。よし、ボスまで来た。あかん。うわ、きつい。これちょっと戻されるのが嫌やな。ボスから戦わせてほしいな。全然進まへんもん。死ぬために戻されるから。あー、これ弱いやん。あかん、これはダメや。ここを乗り切るのが大変になるやん、これ取ったら。うわ、なんとかいけたけど。このボム3発ね、完全にお見舞いまださせてないから、その前にやられてるから。あー、くそ、いつもこんな状態や。最後のクレジットや。これ多分ね、おそらく新記録ですね。前回の時ここまでは行ってないと思うんで。あかん、うわー、やっぱあかん。厳しいわ。最後のクレジットですからね。まあクレジットをね、増やそう思ったら増やせん、続きやろう思ったらできるんですけど、まあ次のね、レゾンもやりたいんで。ほら、ここレーザーじゃないときついな、これ。ここ乗り切るの。あ、これもいいですけどね。よっしゃ。あかん。ガーもう。あかんな、厳しいな。多分無理ですよ、この面クリアするの。難易度高いわ。まあ俺の限界な、ああ、これ取ったらあかんや。ここがもう俺の限界な気がする。うわー、終わった。やっぱね、もうないもんな。これと増やしたらできるけど、まあいいや、終わりましょう。